金曜反省会。こんばんは。時刻は5時45分になったところでございます。 HBC ラジオ金曜反省会、お待たせいたしました。はい、お待たせしすぎたかもしれません。 HBC アナウンサーの山内陽一です。そして畑野裕太でございます。ちょっと村西徹監督をねパクってみましたけど、いやいやいや早速飛ばしてますね。いや今シーズン初でね。私もです。あ、2人ともね、はい、そうなんですよ、うん。まあ、この番組はですね、週末への入り口、金曜日の夕方、この1週間を振り返ってみんなでワイワイと反省しようと、うん、こういう番組でございまして、はい、まあ、反省して学んでですね、はい、より良い未来を作っていこうじゃないかという、ポジティブ前向きに、前向きな番組ですよ。そうです ね、はい。で、まあ、この番組固定の出演者はおりませんで、はい、毎週 HBC アナウンス部から誰かがランダムに登場するということでね。まあ、2人ともね普段はあのファイターズ中継を担当してまして、そうです、本来だったら、はい、そっちの方で忙しくなきゃならないっていう2人がですね、ちょっと来てしまう寂しさっていうのもね、あるんですけど、本当はね今 CS ファイナルの現場にいるかもしれなかったというところで、本来だったらねそっちの方で忙しくてみたいなね、はいはい、があるべき姿だったのかもしれませんが、うん、まあ、こういう形になりました、はい。で、なんともこう自由なこのスタジオの様子はですね、自由ですよ、 HBC ラジオの公式 YouTube チャンネルの同時生配信でもお楽しみいただけます、はい。で、通常ね、HBC ラジオの天井あたりについてる、今我々が、まあ、見ている方は分かりますね、第2スタジオのカメラがね、はい、今ちょっと映んない状態なんですけれども、うん、はい、この時間収録用のカメラが入っておりまして、ここで配信ご覧いただけます。今生配信されてるんですね。生配信で、だから、はい、こちらです。 HBC ラジオの公式 YouTube チャンネルの第2スタジオ、はい、本来だったら見られないんだけど、はい、この時間は見られます、はいはい、こちらです。こっちのカメラで、はい、またいつもとちょっと違った画角で、そう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 、お楽しみいただければと思います、はい、お願いしたいと思います、はい。で、番組では我々の反省のツッコミ激励、そして今月10月は、まあ、衣替えの季節という、うん、そうですね、ファッションに関する反省をテーマに、うん、はい、あなたからのメッセージお待ちしていこうかなと思ってますね、はい、はい。じゃあ、メールアドレスなど、はいはい、お願いします。私から申し上げますね、はい、メールは反省 @hbc.co.jp です。反省はアルファベットの小文字です。 HANSEI です。反省 @hbc.co.jp。 そして早速リアクションもたくさんいただいていますが、はい、旧ツイッター X、 こちらでもリアクションいただいていますよ。お待ちしてます。ハッシュタグ金曜反省会、ハッシュタグ金曜反省会つけてどしどし投稿よろしくお願いいたします、ね。もう番組前に、うん、その X の方で、はい、男性のね後ろ姿がこうカメラで、そうです、スタジオのちょっと外のディレクターさんが運行するところで座った私の写真でございます。もうバレてましたね。わかりましたか皆さん。ほぼほぼバレてましたね。あ、リアクション結構いただいてます。メカブメカブ先輩、こんな声がね続々と届いておりまして、はい、もうリスナーの皆様にはメカブ敗戦、はい、バレましたね。ちょっと悩んでる姿をねイメージして自分でポーズしてみたんですけども、あ、そうですか。英語で言うと Why みたいな感じで、あ、そういうこと、両手を天井に上げてみました。あ、 Why? 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 なぜっていう、あー Why ね、はい、あ、 Why のなぜね、なんだと思う、あ、いや、 YMC の Y なのかと、なんで Y 突然出てくるんだろうと思って、それにしたらちょっと手の角度がね、ああそういうことですか、違うかもしれません。なるほどね、はい、はい、ということで、もう早速いろいろチャイさんからも最初から飛ばすなとかいろいろいただいてますけども、初めてですからね、まあ、マジで初ですからね、はい、CS に負けないぐらい盛り上げていきましょう。そういうことでございますよ、はい、はい、ということで6時半までお付き合いいただきたいと思います。お願いします。今週の反省、我ながら割とスムーズにボタンを押せましたね、はい、ここセルフでね、実はアナウンサーがアナウンサーが自分でボタンを押して運行してるわけですが、はい、最初のコーナー今週の反省、はい、今週1週間に起きた反省について語り合おうということですけども、うん、どちらからいきますか。じゃあ私からいきますか。はい、お願いします。今週っていうかね、はい、ちょっと今シーズン初なんで、ええ、このところのちょっと反省というかですね、うんうん、私って普段アナウンサーに見えないですか。え、なんか、はい、たまにあの愉快なおっちゃん、単なる愉快なおっちゃんみたいな、あ、まあ、うん、そう、全く山内さんを最初ご存じないっていう方だったらそう思うかもしれないですね。あの何週間前だろう、どうなんでしょうか、 2,3 週間前に、はい、あの毎週金曜日に HBC ラジオで、はい、モームスの、はい、牧野マリアちゃんの番組あるんですよ、うん、CBC さん制作ですかね、はい、はい、マリアンラブリンです、はい、で3週間ぐらい前かな、ええ、
夜勤で、はい、私アナウンス部で、で HBC ラジオずっとかかってるんで、あマリアちゃん喋ってるなと思って聞いてたんですよ、うん、で急に私の名前言って、はい、エピソードを喋り出して、はいはい、でお言われた嬉しいと思って何だろうと思ったら、うん、あの例えば、お仕事でホテルに泊まる機会があると思います、うん、ホテルの部屋でのエピソード何かありますか、はい、っていう話だったの、はいはい、でそこで山内アナウンサーがって出てきて、え何喋るんだろうと思ったら、はいはい、あの普段こう球場とかであマリアちゃんとかで会うって、はい、楽しく話してる、山内さんインスタグラムにも結構そういった写真載っけてますよね、そうそうそう、マリアさんので、はい、突然、部屋でテレビ見てたら、HBC テレビ、うん、札幌で私がニュース読み始めて、ほう山内アナだと思って声聞こえて、山内アナって本当にアナウンサーだったんだって実感したっていうこの人本当にアナウンサーだったんだっていうのを実感して衝撃受けたって話、どんだけアナウンサーだと思われてないんだろうみたいな、最初に会った時で、何度か会う時は HBC のアナウンサーですよってことはまあ何度も名乗ってはいるんですよね、一番最初会った時肩書きを、そうですね、はい、もう 5、6 年前かな一番最初に会った時、番組でもまあアナウンサーってだって山内アナって言ってくれるぐらい、そうですよね、アナってついたらもうアナウンサーですね、でも本当にアナウンサーだって実感がどうやらなかったらしくて、単なる陽気なおっちゃんだと思ってたらしく、山内アナってニュース読むんだアナウンサー本当にアナウンサーだったんだっていうのがホテルの部屋でのエピソードですそこで確信に変わったということですね、であのお母様と一緒によく球場にいらっしゃってて、はいはい、そうですね、でお母さんも割とあの仲良くしてくださってて、はい、フランクな方ですね、であの HBC ラジオで西武ライオンズ戦を喋るときって、はい、東京の文化放送さんでもネットな、うん、ライオンズナイターで東京にね2人とも住んでて、で文化放送ライオンズナイターで私とガンちゃんが実況解説やってるのを車の中で聞いてたんです、はい、でお母さんも衝撃を受けて、山内さんってこんなに山内さん野球の実況すごい喋んのねって言われて、いやこれが本職ですから、登板数も山内さん多いですもんねこれが本職なんですけど、山内さん野球の実況こんなに喋るんですか言われて、まあ楽しいお母様ですけどね、マリアちゃんのお母さんもね、そんなちょっともうちょっとなんかアナウンサーらしい、どうしていきましょうか、難しいですね、山内さんはもう、いや私から見たらもうそのままアナウンサーなので、いいよ無理じゃん無理すんなもうアナウンサー同士で喋るとなんか難しいので、難しい、難しい、というような、まあ今週のというかちょっとここまでのね、私の生き様反省、生き様壮大ですね、壮大な生き様反省、はい、山内さんはあのマリアちゃんと同じ気づいてない方がいらっしゃるかと思いますので、アナウンサーです。そうです。そこは断言しておきます。ちゃんとニュースも読むし、野球の実況もできるよっていうことをね、改めてちょっと一言申し述べておこうかなと思いますよね、はいはい、まあ、愉快ではですよ、まあ、愉快というのももちろんですけどじゃあ私の反省もよろしいでしょうか、はいはいはい、まだ喋れますよね、あ大丈夫ですよ、はい、今週の反省でいろいろ直前まで考えてたんですけど、はいはい、ズバリあの定位置で寝ていないっていう、どういうこと？定位置ってベッドじゃないですか、はい、まあ、お布団の方もいらっしゃると思いますけど、はい、寝相が悪い、いやその寝相っていう話までいかなくてですね、2つ部屋があって1つ寝室があって、はい、セミダブルベッドが1台置いてあるんですけども、今週月曜日から数えて、まあ、4回夜を過ごしたんですが、3回はそこではなくて、私ソファーで寝ちゃったんですよね。あー分かるよ、でも分かります、分かる、最近ちょっとね私もね夜勤の後とかは、そうそう、まさに夜勤の後などに、今週ちょっと特に多かったなっていうのが反省で、まあもちろん朝起きて背中もバキバキで朝まで寝ちゃうんですよ。朝まで寝ちゃうの？そうなんです。途中で気づかないの？起きないんです。あー寝てしまったみたいな、ちょっとベッド行こうみたいなのないんです。で特にあのお酒を飲んだとかそういうわけでもなくて、まあ、疲れなのかな、でどうなんですかね、でも、ね、まあでも寝心地が良かったのか、もう座った体勢でそのまま寝てて朝とかもあったので、あららら、どうしたものかなーなんて思って。なんかあれでしょ、家に帰ると眠くなるんでしょ、結構。なんかあの、はいはい、例えば私とかはちょっと会社でちょっとしきれない残ったお仕事とかは家持って帰ってすることとかあるんですけど、はい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 、そういうのできないでしょ。私は一切もう家だと仕事ができませんね。世間的にまあだいぶね、普通になってきました、一般的になってきた、テレワークっていうのも結構難しいと思います。テレワークできないんですって、厄介な男ですテレワークだって誘惑が多いんですもん、家にいたら。そう、目の前のテレビつけたらもうそっち見ちゃいますし、まあまあまあね、ラジオつけたらもう、そういうことたまにね、愉快な山内さんが喋っていたら、ずっと聞き込んでしまいますし、あやばい
ちょっと本当のお仕事ダメだとか、まあ、学生の時代、学生の時もなかなか家だと勉強はかどらなくて、受験の時は図書館に行ったりとかもあったんですけど、そうですか、その時の名残がまだありますね。だね、ハトナアナウンサーは野球の実況の前日とかは、はい、結構だから会社に残ってね、そうですね、スタンバイをしてっていう、試合はもうフルでなるべく見るようにして、うん、会社で全て 120% ぐらい準備済ませてから準備やって、そうですね、うん、結局やることは変わらないので、まあまあまあやることはね、うんうん、いやだからあんまりこう なんていうのかな、逆にこう自由にこうなんか食べたいものがそばにある環境とか、はい、飲みたいものが近くにある環境とか自宅の方があるじゃん、そういうのがあると逆にダメなんだ。そうですね、全てがもう誘惑に見えます。うん、手に届くところにやっぱりある、まあ、手に届かなくても立ち上がったらすぐいろいろ何でもできちゃうので、あ、そうですか。でそれのもう極限が眠りですね。眠り、はい、何度かお家でパソコンをいじってこう野球の準備をしようと思ってもだんだんとちょっと体勢が傾いてきて角度がついて最終的には寝てしまうっていう感じなんですよね。そうですか、割とだからそうですね、そういうタイプは分かれるかもしれませんけどね、はい、今 X でも、はい、あのマサさんがリアクションいただいているんですが、はい、あ、これからの寒い時期うちはホットカーペット使ってるから、うん、座椅子の上で朝まで寝落ちすることが汗ばく、ホットカーペットとかさらなる誘惑ですね。そうあったかくなってくるとそれはもう、うんうん、そうね、私とかもちょっとね夜勤の時は特に要注意っていうか、で夜勤だと割とこう家族が眠っててですね、はい、割とこう今で一人でのんびりとこうソファーでくつろいで、はい、で好きな動画とかをこう、はい、テレビにつないで映して、うん、今ねインターネットの画像とかでもすぐ簡単にこうつないでできるから、はい、ね、やーって見てたらいつの間にかこう寝てしまってみたいなあったりするんで、そうなんです、うん、しかもそうね今ってあったかくしてあるから、はい、特にね、これからまあ ストーブもだんだんポチッとする時期になってくると思うので、環境としてはね、でも結構サッカーおやじさんとかも、はいはい、私も家では仕事ができない、誘惑より年のせいで食べたら寝てしまうっていう、食べ物が近くにあるから、ついついそっち食べに行っちゃって、うん、寝てしまうっていうこと、うん、だからそういう自由な環境がない方がいいっていうことですか。ちょっといろいろ部屋のレイアウトとか変えた方がいいのかな。断捨離もっとしてみるとか、いろいろ。なるほどね。あ、ホワイトホークさんいいですね。翼を授かった方がいいんじゃないか。翼を授かった方がいい。CM ですよ。ドリンクですね。ラジドリンク。はいはいはい。翼を授ける学生時代の時やってましたけどね。なかなか社会人になると減りましたね。飲む回数は翌日にちょっと響くかな。翼を授けるね、はい、あ、なるほどね、ということで、はい、はい、いろいろね、今週1週間、反省あるという方もいらっしゃるかもしれませんけれども、ぜひね6時台も続いていきますんで、はい、メッセージあるいはメール X 旧ツイッター、はいはい、こちらまでというのをもう一回じゃあお伝えしておきますか、はいはい、メールアドレスは反省アットマーク hbc.co.jp です。反省のスペルはアルファベットの小文字で hansei アットマーク hbc.co.jp 反省アットマークです。そして旧ツイッター X ではハッシュタグ金曜反省会、ハッシュタグ金曜反省会をつけてどしどし投稿リアクションよろしくお願いいたします。マサさんもやっぱり在宅でテレワークやったけどオンオフ切り替えるのが大変だったから、そこなんですよね、仕事をするときは家の近く、あ、マックに行くって、あーなるほど、マックファーストフード店やカフェだ、自宅だと自由すぎんじゃない。そうなんですよ、うん、やっぱりね、うん、いろいろありますから ね誘惑が、はい、はい、ぜひこの後メッセージお待ちしております。お待ちしてます、はい。
第2スタジオ人生相談。人生には様々な不安や悩みがあり、毎日が後悔と反省の連続です。でもできるならば後悔したくない、反省に至る前に解決しておきたい、そんな時いくらかでもお役に立てればというのがこのコーナーです。同僚のアナウンサーやリスナーの皆さんがあなたのご相談に応じます。止まない雨はございません、うん。改めましてこんばんは。 HBC ラジオ金曜反省会、今週の担当 HBC アナウンサー山内陽一です。そして畑名優太でお送りしております、はい、よろしくお願いします、はい、加藤泰造さんみたいな感じでね。そうですね、加藤泰造さんってあれね、要件聞く前にまず年齢聞くなんですよね。早いですよね、年齢聞くの早いんだよ。まず年齢と家族構成と、そうそう、いくつ旦那がいました、旦那さんいくつ、いくつ、そういうのありますけどね。またね、柴田理恵さんとかドリアンスケガさんとまた、そうそう、また変わってきた、そうそう、していきますよね。はい、はい、第2スタジオ人生相談ということで、はい、このコーナーはですね、アナウンサーが抱えるさまざまな悩みを、将来大きな失敗や後悔、そして反省に至る前に解決しようというものでございます、うん、はい、ぜひラジオお聞きの皆さんも解決へのアイデアをお寄せいただきたいと思います。はい、はい、改めてこちらでお待ちしております。はい、メールは反省アットマーク hbc.co.jp、 アルファベット小文字で反省アットマーク hbc.co.jp です。旧ツイッター X はハッシュタグ金曜反省会つけて投稿よろしくお願いいたします。はい、はい、ということで今日の相談は私でございます。畑野アナウンサーですね。山内先生どうぞよろしくお願いいたします。あ、何歳、あんた何歳、26歳で、26、分かった、はい、12月で27歳になります。27歳なのね、一人暮らしです。はい、はい、はい、いいよ、はい、はい、よろしくお願いします。リアルですね、こんな感じなのかな。悩みなんですけど、ズバリ、物に頼り形から入る自分、卒業したいんです。どういうことなの、物に頼り形から入る自分から卒業したい、うん、そう、ある出来事が一つきっかけなんですけど、まあ、形から入るっていうのを、まあ、辞書で調べると、まあ、技術や内容よりも先に格好だったり道具を揃えたり行動することから始めることと出てくるんですが、はいはいはい、まあ、スポーツとかで例えると、例えばスポーツならばトレーニングやフォームを省いて先にウェアだったり道具を、うん、いい道具やウェアを買って練習場に行くみたいなことなんですよね。はいはいはい、でそれを日常の生活で、私の生活に、あの日常に落とし込んでみると、うんうん、例えば家が散らかっているっていうことが何度か僕あるんですけど、わかる、なんとなく家行ったことないけどわかる、なんとなく、まあ、ちょっと散らかってるんですよね、あの机の引き出し見りゃわかるよ。あ、だいぶ改善はされたんですけど、ね、嘘だよ。いやいやいや、もう改善されてます。ひどいじゃん。そうですか。まあ机の上もまあ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 なことになってるけど、はいはい、引き出しの中も見せてもらったけど、結構な、なんでこんなん取ってあんのみたいなの結構入ってるよね。皆さんの想像にお任せします。食品サンプルとか入ってるんですよ。夢が詰まってるんですよ。やだ、はい、夢詰まってねえよ。いいように言うね。まあ、そういった同じような状況がちょっとお家にもあるんですけど、それをまあ掃除すればいいものの、例えば観葉植物を購入してうまくそれをカモフラージュして隠すとか、で、あとはもっとまず、汚くなる前に、例えばちょっと家をおしゃれにしよう、間接照明をつけて、誰か招いた時に、お、かっこいいねって言われる家を作ろう。間接照明をいくつか買うんですけど、やっぱりセンスとかがちょっとないもんで、いろいろつけすぎて、もうどれが間接なのかよく分かんなくなっちゃって、なるほどなるほど、もう結局ほこりかぶってもう掃除の対象になるみたいな、っていうことが、本末転倒の本末にも言ってないみたいなことが多いんですよね、だからなんか本質を変えるというより、ええ、物に頼るってことだな。そうなんです、うんうんうん、もっと片付けたりとかして変えればいいのに、はい、うん、逆にいろんなものを揃えちゃって、はい、それで埋めちゃうみたいな。そうなんですよ。どうですか、まあ、お部屋に限らず、家に実はギターも1本あるんですけど、まあ、2回くらいしか弾いたことないんですけどね。ギター弾けんの？バンドにちょっと憧れて、いや、コード1個くらいしかできない、ま、もったいね。最近もうちょっとほこりはかぶり始めちゃって、あ、夜中のなんかテンションでポチッとインターネットサイトで買ってしまったんですよね。部屋にギター1本あるだけでおっ
とかって確かに思うけど、そう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 、いろいろやんのかとかって思わせる部分あるけど、実はできない。もう今オブジェとかしてますそうなんですよ、一番ダメなパターンですね、はい、物から入って。あー、なるほどね。そうなんです、そこを解決したいなっていうのが自分の悩みですね。なるほど、はい、はい、じゃあということで、じゃあもう一人ね、今日はスタジオに入ってもらって、はい、悩みをね、はい、助太刀をお願いしたいんですが、ということで、あ、入ってまいりましたよ。はい、入ってまいりましたよ。はい、あ、今日はちょっと男祭りっぽくなるはいはいはい、はい、もしかして、予感ですね。皆さんこんばんは、 HBC アナウンサーの加藤正明です。あれ、ちょっと加藤さんのマイクはちょっと今、あ、4番マイクですか。4番マイクだ、こっちだ、はい、ごめんなさい、はい、上げる方間違えちゃったニアミスなんですよ今の。そうそうそう、4番のマイクのスイッチを入れなくちゃいけないのに今僕5番を5番のマイクのスイッチししよくあることです。ベテランらしくないことです。いやいやいや、山内さん、はい、あなたいくつっていうの僕の立場でやりたかったんだよ先にやられちゃって。いや、僕これもうね、加藤泰造さんの早かったですよ、やろうと思ってたんだよね。もう捉えちゃったね。加藤アナウンサーいくつ、僕あの51歳になりました。あ、51歳、あー、そう、はいそれで答えは、うん、あの山内アナウンサーと僕は96年入社。そうですよ ね、 ね、はい、あれ畑野さん何年生まれ。96年生まれです。ほら、96年トリオですよ96年トリオ、みんなゆかりがあります、はい、いやいや、入社した時生まれたの。入社した時に私産声上げました。あ、そうですか、はい、今いくつ本当に。26で今年27の年になります。一番楽しかった頃じゃない。あ、そうなんですか。どう、楽しかったですよ、可能性がいっぱいあって。あ、本当ですか、うん、だんだん30が近づいてくるなっていろいろ話し始める時期であるんですけど、ちょっと経験積んで、はい、でもまだ若いっていう若さを魅力にできるっていう。あ、まだじゃあちょっとアドバンテージがあるって思っていいですか。あるあるあるよ、はいはい、うん、若すぎない、経験ある程度積んだ、でも若さもアピールできるって、一番いいパターンですよ。本当ですか、うん、結婚する前だから自由に使えるお金もあったし、はい、そう、あ、なるほど、一番多分ブイブイ言ってる頃かもねそう、へ、だから甘えて買っちゃうんだよ。だからそうだね、自由に使えるお金が、はい、あるからだよ、うん、またそれが、ね、まあ、1年目とか2年目の時と比べると今社会人5年目になったので、はい、うん、ちょっと使えるお金も増えてきたのでかな、うん、確かにそうかも。ガンちゃんと配送中さんが入るくれてます、はいはい、ます、はい、物に頼り形から入る自分を卒業したい、はい、それは例えば趣味のアイテムとか健康器具、うん、掃除用具などを買って、うん、それで満足してしまっているのと一緒ですよね、はい、うん、そういうものに手を出さない、それが一番早いのではと経済的に余裕があるからだと思いますって。そういうことでしょう。なるほど、まさに加藤さんもおっしゃった通りですね。そう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 、天引き貯金とかしてるちゃんと。天引き貯金、うん、お給料が入った時にも自動的にそこからいくらか貯金するっていうのは、はい、あ、でもそうですね、知ってます、はい、あのいろいろ国からも案内があるので、あの国からも案内、ね、制度がいろいろあるじゃないですか、ニーサとかね、あの民間の銀行さんとかでもあるよ、よく。ああ、そうですね、うん、自動的にやってるんだ。じゃあこの解決方法はまだやってるにはやってますね、そう、はい、絶対に手をつけないぞっていうお金は、うん、口座を別に作ったりしてます、うん、買うけど捨てないんだよね、見てると。それはあります、ほんと捨てないな。なんでしょう、物にやっぱり愛着は湧いて捨てられないですね、うんうん、愛着湧いたら埃つまね積もっていかないと思うけどね。そうだよ、そう、うん、確かにそうだよ。ギターとかもさ、はい、うん、愛着あったらねえ弾けるようになってるよ。あ、そうね、そうですよね、もっと一生懸命情熱を注いでこう練習しようとかさ、そう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 、あるじゃん、たまに持つことはあるんですけどね、うん、はい、持つだけじゃギターじゃないんだ。別に何ほうきだって何だっていいや、テニスラケットだって何でもできるよね。そっか、あれ今、はい、一人暮らしだよね。はい、そうです。部屋の大きさは、部屋の大きさは、1LDK なので、じゃあもうちょっと大きい部屋に引っ越して、うん、はい、うん、そうすれば引っ越す時にまず整理ができるじゃない。そうですね、いるものいらないもの、で例えば 2LDK3LDK 思い切って引っ越しちゃって、はい、そのうちの1部屋2部屋を倉庫にすればいいんだよ。あー、なる、いや、でも倉庫にしてしまったらそこが一つ趣味の部屋と化して、うん、さらに物が増えそうな、いや増やさないのが一番なんですけど、ちょっとそんな想像もできない。そう言われると思ってましたよ。え、うん、はい、だからじゃあね、片付け脳を鍛える、脳みそ、片付け脳、はい、はい、なるほど、だと思うんだよね。ちょっと僕ね、これ真面目な話をすると、はい、まあ、あくまでも僕の想像だけど、脳みそにはね、こう片付けるとか整理整頓するのが得意な部分っていうのがあると思うんだよね。お、はい、それを鍛えればおそらく様々なところにいい影響が出ると思うんだよね。あ、例えば
人間関係、ずるずると引きずってしまうような人間関係、はいね、あると思うけど、それもスパッとこう切れるように整理整頓できるようになるんじゃないかとか、はい、仕事でも言葉選びをもっとテキパキできて、より短いセンテンスで強烈なインパクトを与える実況ができるようになる。なるほど、全てにつながってくるわけですね。そうどう、すぐにできるもんですかね。いや、わかんないです、はい、そこが問題なんだよね。結構でもさ、野球の実況のさ資料とかでもさ、はい、バーッと10割揃えるじゃない、はい、10割揃えるけど、本番で使うのっておそらくね1割ぐらいだと思うんだよね。そうです、それは実際に体感して思います。そういう、こう9割捨てる勇気を、あーなるほど、もっと人生の方でも、そうね、活かせば、はあ、視野をちょっと広げてみようかな。確かに、確かにアナウンサーってね、あのこのシーンについて、あの10割言いたいってのあるんだけど、時間制限もあるから、捨てる勇気は結構必要なんだよ。そうですよね、その8割捨ててどの2割を拾って言うかっていうのをしないと。あれ、それこそ入社した、僕らが入社した頃に先輩から、あの加藤な、1個のこと喋るためには10個ぐらい用意しとけと、教えられたんだよね。そんな教えられたっけ、全然忘れてんの、同期と。それしか覚えてないけどね。そうですか、でもそうそういうこと、そういうこと、そういうこと。でも今のこのうちに、今の年齢のうちにそれを染み付けておけば、これから、おそらく広がっているだろう、あの楽しい世界のためにもなるということですよね。そうだろう、はい、あと視野を広げるっていう意味で言ったら、水彩画を習ったらどうかな。水彩画、水彩画、なんで、あのね、もう片付けずに、ね、観葉植物で隠すとかさ、そういうのってもともとあった部屋がさ真っ白な画用紙だとするじゃない、そうすると最初にこう家具とかをね必要なものを置いていくっていうのは、絵の具でこう色を置いていくのと一緒だと思う、でもそこにもう畑野さんの今のあれはもう何色でもいいから次々ボン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 絵の具を重ねてってしまってる状況じゃない、そうです。でそうなったら水彩画の場合どうなるかって言ったら色が汚らしくなって、あとは下手したら穴が開いちゃったり、ね、もう部屋にとっても大変なことになるよ、だとしたら水彩画を習って、それをどの色を使ったら一番いいんだろうっていうのを冷静に考えるようになったら、部屋もそれこそ片付け脳に鍛えるみたいな感じで、ちょっとこう間接的にこう変わっていくんじゃない。芸術から自分の私生活につながる、なるほどね。切り絵やれ、切り絵、切り絵、切り絵、チリチリって赤とか、あの山下清志みたいな、あのチリってこうはつけるやつ、ここは赤とかここ黄色とかこう僕美術2だったんですけど大丈夫ですかね、はい、日本あんま得意そうじゃないな、でも確かに、あの美術が得意な方がなんかこう部屋とかも整理整頓できそうなイメージはあるの。ある、ある、確かにね、イメージだけど、そういうのできないんだ。できないですね、そういうセンスがないんだ。やっぱそういう脳をやっぱ鍛えるっていうのはちょっと大事かもよ。あ、でも今聞いといてよかったです、これがもう30歳40歳で聞いてたらちょっと手遅れだったかもしれませんが、まだ希望のあるのかな今のうちに。ちょっと確かにスポーツ系の習い事が多かったから、そうですね、文化系もちょっとありかなと思います、いや本当になんか本当に物捨てない、もう私と室谷アナウンサーで2人がかりで言ってももうそれいいだろうって言うのに、いやこれいつか使うかもしれません、そうなんですよ、いつか生きるかもしれません、食品サンプルっていつ生かすんだよ。いやいや、もう相手をもしかしたらね、ちょっと落ち込んでる方がいたら、こちらね、あのカレーライスのサンプルあるんですけど、そう、何のためにカレーライスのサンプルだよ、しかもそれを出して、ありがとうって言われて食べようとしたらサンプルみたいな、あらやめてよみたいな、それ笑いを生むかもしれないみたいな、そんなシーンいつあんねん。いやもう外のスタッフがみんな手振ってるよ、絶対生まない生まない、いつでもお運びしますよデリバリー畑野にお任せください、はい、ないですかね、絶対ない。もうあと何ヶ月か前にもらったものとか、なんか食品に限らず、そうですね、限らずね、ありますね、食品もそうだし、なんかもらった、あといつかこれプレミアつくんじゃないかなって思ってる、はい、もうね、そんなほこりまみれになったら使えねえんだよ。そうですか。あのね、フッキーさんからこんなメッセージ、物に頼り形から入る自分を卒業したいとのことですが、資格試験を一度受けてみたらいかがでしょう。資格試験、なるほど。できれば道具に頼れない、使わないようなもの、今後役立ちそうな畑野さんにぴったりな資格きっとあると思います。形から入るのも否定はしませんが、実力がついた時の自信は
は内側からにじみ出て貫禄がつき、顔つきが凛々しくなりかっこいいと思うなと。なるほど、資格ですか。これ若いうちだよ、こういうの。あ、なかなか時間がなくなってくる。もう50になるとね、はい、あの新しいもの覚えられなくなる。そうですか。人の顔と、ね、名前とか全然覚えられないもん。新しいもの、もう新外国人とかも名前覚えるの必死だもん。もなんだっけ、はい、ロドリゲスもなんか数人いたりとかしますからね。そうそう、またロドリゲスが2人いたりすると何ロドリゲスがみたいな。そんな覚えられない。資料にこう小さく書き込んでね、一生懸命書き込んだのにそれが見えないってね。そう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 、50代の悲しい。そうですよ、本当にね、なるほど、資格ですか。資格でもこれあれだね、いたしかゆしというか、いろんな資格を取りたくなっちゃって、そのなんかテキストとかどんどん部屋を埋めていく可能性あるからね。そうですね、それちょっと絞んないといけないね。確かに昔なんかの資格を取ろうと、英検かななんか取ろうとした時に、うん、いろんな英検のいろんな会社から出ている英検の本をたくさん買って、はいはいはい、結局なんかその試験の日に間に合わなかったみたいなことはあったんですよね。はい、形だけ買った、いろいろ買って本だけ集めたみたいな。旗野らしいエピソードだですか。ありましたありました。でももうそうなったらさ、いいんじゃない、そういう生き方で。え、別にこれね、まあ、悩みということだったけども、はい、まあ、それも波多野の一部なので、はい、いいんじゃない。あ、個性としてか。そうそうそう、それを個性として生きるか、うん、いつかでもつまずく時がなんか話を聞いてると来そうですけどね。え、まだつまずいてないの。大丈夫、まだ大丈夫かな。あ、そう、はい、まあ、つまずいた時に、あ、そう、それやがったかと思ってね、はい、その時にこうわっとやるか。ちょっと聞き直しますこのラジオ。あ、そうですか。まあ、でもすぐにちょっと実践できそうな資格とかはちょっと頑張ってみようかな。はい、いいんじゃないですか。まず断捨離をやれよ。わかりました。断捨離ってからそんなに思い切ったことではないよ。あの、もういらないもの結構入ってるぜ。あの、いつかもしかしたらプレミア出るかもしれないじゃないですか。出ないって。出ないですか。食品サンプルとか。宝物に買わないですかね。あといただいたあの食べ物とかやっぱりすぐ食べないと。あ、そうですね、うん、飲み物とかも、うんうん、それすぐ表示しないと、はい、奥に突っ込んじゃうからダメなんです。ガーッとかつね、うん、そうですね、うん、見えるとこに置いといてすぐ消費する、うん、ちょっと後であのフリーマーケット開くんでよかったら今聞いてる HBC の皆さん買いませんか。何かしら売るんかい。差し上げるとか、ね、お金は欲しいですね。おい、そういうことか。はい、ということで、あ、いいアドバイスを。いやいやいや、ありがとうございます。全然役に立つかどうか、同期という感じでね。はい、96年世代、はいはい、96年世代、一緒にされたくないけどね、ちょっとね。そうそうそう、お邪魔しました。はい、ということでございまして、はい、いいメッセージをいただきました。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。あの頃の反省。さあ、ここからの時間はあの頃の反省でございまして、はい、このコーナーではサイコロを振りまして出た目が示す人の反省エピソードをもとにトークを展開いたします。はい、今月は10月衣替えの季節ということで、ファッションに関する反省をテーマに語り合おうと思います。うん、サイコロがここにありまして、はい、はい、こちらをですね振っていただきます。はい、じゃあ僕説明しますか。はい、じゃあ説明して。サイコロの1か6が出た場合は今日のスタジオアナウンサー、今ボードを持っている加藤アナウンサーの反省です。はい、2番3番4番5番が出たらリスナーの皆さんがから届いている反省メッセージです。はい、あ、今山本さんが早速もサイコロ落としましたね。転がすというよりはこういうところからアナウンサーらしくないというか愉快なね山本さんのことですけども愉快、ま、出た目によってトークを展開していこうというところになります。はい、はい、ということで、じゃあサイコロどうしようかな。うんはい、せっかくだからじゃあ僕振る。はい、加藤アナウンサー、はい、ではよろしくお願いします。でね、問題が今あってね、はい、リスナーからのメッセージ僕の手元にない。 あるある、うん、あ、大丈夫、はい、オッケーオッケー、うん、じゃあ、はい、サイコロ振りますね。はい、よいしょ、振りました。4番、はい、4番は、リスナーの皆さんから届いている反省メッセージですね。山内さんの元にありますが、はい、届いてますか。そうですね、はい、あ、じゃあこの方、アーポンさん、はい、私は穴が開くとか破けるなどをしないと服が捨てられません。うん、同じような感じですね。はい、今うんうんってすぐうなずいちゃいました。そうそう、捨てられないです。断捨離しようとしても、うん、この服には思い出があるしなとか、これは部屋着にしようなどと言いながら全然捨てられません。部屋着なんてそんな何枚もいりませんよね。結局タンスの肥やしになってしまうんです。はい、おまけに衣替えも特にせず、半袖も長袖も年がら年中。
タンスに入れっぱなしです。反省ですよね。なんか断捨離できるコツってありませんか。反省アナウンサーの皆さんはどうされてますか。反省アナウンサー、まさに鳩のアナウンサーのね、そうですね、悩みそのものですけどね。やっぱ思い切るってことじゃないですかね。ね、うん、やっぱり何かやっぱ線引きをしてね、はい、捨てるタイミングなのか、はい、まあね、色がちょっと褪せてきたなのか、毛玉が何個ついた時点なのか、うん、なんかこう自分の中で線引きを作っておかないと、うん、まあ確か難しいよね。そうですよね、うん、アドバイスできる立場じゃねえだろう、あれな、今急に靴をおもむろに抜き出して、どうした、足元見てどうした、おい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 、大丈夫ですか、本当に。こんにちはしてるよ。ちょっとすいません。すいませんね。ハトのアナウンサーの靴下、はい、穴が開いてしまってます。左足の親指のあたりが。マジっすか、はい、もういやいや、そういうのも取っとくの。まだ履けるんで。おい、それは履けますけどね。履けるけどさ、はい、それはどうよ。急にさ、なんかさ、はい、ごめんハタの、ちょっとテレビの中継に行ってくれ。そうよ、お座敷の居酒屋からの中継なんだけどって場合に、あるよ、本当あるよ。そうですね、うん、あ、そこまで、あ、そうですよね、あるってあるって、はい、何も言えません、うん、そこは、はい、それはちょっと情けないわ、失礼いたしました。はい、サブ靴下あります、はい、さりげなく、今日はシャツがベージュ色で、はい、靴下もベージュでリンサしてんの、はい、変なコーディネート感だけ持って変なって断捨離全然できないっていう。そうですね、そこまではない。靴下は好きなんですけど、結構、あ、そうですか、そんな靴下もそんな高くなく売ってるよ、靴下ぐらい。そうですか、うん、まあ物は大事にしたいという気持ちは分かるけど、それは大事だけど、ある程度のこうね、思い切りも、うん、必要じゃないかなとは思いますけどね。昔カジチャレを担当した時に、そうだよね、そうだ、共同機でカジノにチャレ、はい、私がチャレンジするっていう先生、はい、ある先生に言われたのが、ときめかないものは捨てろって言われたことがあります。おときめく、ときめかないっていう二択で選びなさいっていう、まあ使わないというよりは、なんかこれときめかないなっていうものは捨てるっていう判断すると、うん、結構はっきりできるっていう話は聞いたことあります。全然はっきりしてないじゃん。そうです。確かに今この靴下にときめきはないですね。はい。今日処分します。はい。あの赤黒い恋人さんからも、はい、なんか番組の企画で鳩の穴断捨離するっていうのをやってほしいなみたいな。それだとどうよ。ああ。番組の力を借りてんだよ。はい。過去にカジチャレも一回やったかな。全然生かされないよそれをね。そうですね、生かせばいいんだよ、それを延長線上で生かせばいいんだよ、はい、はい、ちょっと今日帰ってやります。はい、すぐにやります。、ね、はい、アーポンさんもだからちょっとこう思い切る心が大切かもしれませんですね。はい、そうですね、ときめき大事です。はい、ときめき、そう、じゃあ2回目のサイコロいきましょう。何回も、はい、これですね、はい、せーの、よいしょ、5番ですね。 5もリスナーさんからです、はい、はい、じゃあですね、この方ガキデカさん、はい、10月の反省、服とのこと、上の制服は紺、ズボンは個人の持ち物なのですが無難に紺が多いんです、うん、中のポロシャツでしか色を変えられず、時間がなく手に取ったポロシャツが紺でした、うん、家内からセンスないなと怒られました、といつも服の色が同じっていうね、これどうしたらいいかということですか。気持ちはすごくわかりますけどね、うん、どうしたらいいんだ。まあだからもうローテーション組めばいいんだよね、うん、月曜日は紺、火曜日赤、はい、水曜日ピンク、うん、ね、木曜日白とかさ、もうクローゼットの中に順番で置いといて、はい、私はそうですよ、順番ローテーションですよ、順番通り、もう何も考えず順番通り。うん、確か山内さんもこうシャツの色が青の日もあったり、うん、紺の日も、あ、紺はないかな、白とかいろいろありますよね。そうそう、今日はね、たまたま白ですけど、白ですよね、そっかそっか、うん、私はそうですね、ローテーションは特に組んでないんですけど、うん、何でしょう、靴下とだけコーディネートしたわけ今日は。そうですね、靴下は珍しいコーディネート。これは偶然、偶然今日ちょっとね、カジュアルな方に近いんですけど、はいはいはい、どうですかね、でも本当に私服でいろいろ研究するときは最近やっぱりYouTube とかが便利になってきて、うん、この世代に合うこういったコーディネートみたいな発信してる YouTuber さんとかたくさんいるんですよね。お、結構そういう人の見て参考にして、今これを買った方がいいみたいな、うん、トレンドをすごく取り入れている、発信してくるインフルエンサーの方を参考にしてます。そういう人はやっぱり何、靴下にこう穴が開いてるとか、そう、そういう人に言ってもらわないとダメかな、靴下捨てろとか、誰か説得力のある人。これはでもすぐにできることですね。それインフルエンサーじゃなくてもいるよね、やれよって話。
常識的なところ。そうです、はいはい、そうですかね、ということですね。解決しました、はい。まあちょっとなんかね、順番をこう決めてみるとか、うん、ローテーションを決めてみるというのは一つ、うん、それが自然にもうなってくれば、うん、そうですね、そうですね、解決に向かうかなと思いますね、はい。トンテツさんもメカブ頑張れという人が、ね、はい、ああ頑張ります、はい、いただいてますけどね、はいはい、96年世代のエースとして頑張りますので自分でエースっていう人いないんだよ、はい、いないですか、そうですね、人に言われるもんですか、失礼いたします、はい、どうする、あと3分40秒、3分40秒か、もう一回いく、ちょっとじゃあ、はい、行きましょうか、はい、加藤さんの反省も聞きたいですね。3はまたリスナーさんからか、はい、アッキーさん、はい、私は通販でよく服を買ったりするのですが、たまにカタログを見て即買いすると失敗してしまいます。サイズが小さかったり、色が思っていた色と違ったりで、はいはい、で、そうなった洋服を着ることもなく、うん、今ではタンスの肥やしになってしまっています。即買いね、即買い、僕あの洋服って結構即買いに近いというか、はい、洋服屋さんに行ってあこれだって思ったものを買うというか、逆にあれこれどうしようかな、これあっちの方がいいかなって悩んだものって、うん、後々それこそときめかなくなるっていうか着なくなっちゃうというか、僕は結構即買い派なんで、即感がじゃ結構大事、うん、いや僕は結果でも即買い、ないや、いや服は結構悩むかもしれないですね。服に関しては悩むかも。サイズもあえてちょっとルーズなものを買ってみたりとか、サイズ1個上げてみたりとか、いろいろ悩みますね。組み合わせとか何パターンも試してから買うってことが多いですね。あ、そうです。でも買う量は結構多いです、はい、ギターはポチってすぐ買うくせに。そうなんですよ、早く弾きたかったギター、はい、弾かなかったですけどあんまり私も悩まないで、もうあんまそういうの時間取りたくないんだよ、あんまり。なんかね、ああ本当ですか、もう早くもういいじゃん、もう早く決めてよっていう。ああ、うん、でも僕の即買いっていうのはお店に行っての即買いなんで、今ねメールにあったネットで、はい、あれでしょ、通販とかで買うでしょ、通販とかまた難しいかもね、確かに。そうか、そうですね、そうか、うん、確かにね、見てるものと実際届いてみて違ったりとかね、結構あります、うん、生地の質感とかね、それは難しいかもしれないね、判断がね、あるかもしれない。服はやっぱり一回着てみないと難しいですね、うん、あーそうですか、試着してからちょっとよりちょっとあのリーズナブルな方をインターネット狙うみたいなことをしたりしますけど、うん、いや私のねこれ iPad カバー、はいはいはい、iPad カバー古くなったんで、はい、そのいわゆる ね、はいはい、通販で買ったら、色がねゴールドだったんですよ。ゴールドね、でゴールドと思って、はい、狙ってますねゴールド、何色をイメージして買ったの？もうちょっとねシルバー、もうちょっとちょっと地味なシルバーっぽいかなと思ってた。あなるほど、色の選択はシルバーだったんですか？いや色の選択したのかな、その時したのかな、なんか選べるんじゃないですか、ね、あ選べるか、選べるかも、選べ間違ったのかな、じゃあ選べるか、まあ一色だけど、まあ表示がちょっと、ね、そうか、はい、シルバーだと思っててゴールドをしたのかな、じゃあかもしれない、ね、あだからか、で届いてと思ったけど、はいはい、意外になんか使い勝手がいいので、うん、そのままあのお気に入りって感じで、あでもなんかね、うん、いいじゃんねゴールドもね、すごく似合ってますよ、立てやすいんですと、はい、こうやって画面をねこう立て三角にこう立てやすい、便利さもある、便利さもここを立てやすいって、はい、こうねここはい、こういう誰に見せてんだよ、誰に使い勝手、まあ、色はちょっとね納得いってなかったんですけど、でも山内アナウンサー愉快ですから、なんか愉快な色でいいなって思います。それがお小さいの、はい、番組の演でもさ聞いてて思ったんだけど、はい、本当にマリアちゃんが陽気なおじさんと思ってるかどうか分かんないよね、はい、山プが思ってるだけだよねきっとね。あそっちの思い込みがあるかもしれない、うん、陽気なおじさんと思ったら変なおじさんと思ってるかもしれない、変なおじさんだと思ってたんだと思いますよ。そう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 、でニュース読んでるから、あ終わりですね、終わりよもう、はい、山内陽一と畑野裕太と加藤正明でした、はい、はい、素敵な週末をさようなら、はい、さようなら。